私のマスター空腹ではありませんか。ここにいてくれる人間はお腹が空くものでしょ。どうぞ。このままじゃ食べられませんね。その、はあ、どうですか。データの外装を変換しただけで美味しくなるように。あのマスター。あ、いいえ、冷めにくいように設定はちゃんとしました。で、召し上がって。よかった。それから1週間も気づかずにごめんなさい。人間のことは少し情報を把握しているはずな。あなたたちの視点、私が実体を伴って得た経験、優勢のための破壊、私が目にしたあらゆる、ですので、食事、最後まで、そうです。地上での私が得た経験、再び優勢がこの銀河にやって、だから、ごめんなさい。本当に。ええ、それにここ。はい、私だけでな、なんであれ、それまでの間は。セファールが地上でムクロとなったのは、セファールの本体はここにいる私、必要な条件さえ揃え。え、ありえない話はしないように。絶対です。何があってもあなたはそうしないはずで、あなたはセラフを守ろうとするでしょう。それにどう他に方法があるとしても、教えてあげましょうか。やっと入れたわ。多少は手こずったけど、エリザベート・バートリーにかかれば耳。いい子。あんたを閉じ込めてるそいつにあるのは破壊だけ。文明を踏みつけてめちゃ。その気配、ここは私の領域だ。ダメよ、そのふ。それにあなた、何？おかしいったらないわ。セラフの NPC だって破壊のためだけに生まれたものが、あれこれ考え正しくないのよ。この際だから言ってあげるわ。自分が何かもわからないデクノボ。何よ、敵への自動察知機能よね。もうムカつく。あ、そうそう、そっちの子。そこにデーンとそびえていらっしゃるのよ。ごめんなさい。次のおし、彼女が言った通り、今回も無茶だけはなさらないよう、外の私に。
征服王を撃破されたことでムーンセルも焦っているらしい。石筆の私ならともかく、この姿の私ではそれなりの聞くまでもないか。きっかけさえあればそれでも構わん。お前はレガリアは私のものだ。話はしないし、ただ気をつけろよ。そうだ、私はただの墓。そしてお前が私とは違う。思い上がるな。お前は私のマスターに過ぎない。援護しろとは言わない。黙って。ああ、このムーンセルより選ばれたルーラーとして私は使命を果たします。殺意も敵意もない女、立ち去れ。それ以上踏み込めば私は容赦はしない。名高き征服王を制したと聞き及びましたが、ここまで優勢の先兵人。なるほど。次なる特級国の聖女ジャンヌ・ダルク、故国ならざるセラフをも救わんとするか。英雄としてのお前は多くの、私は文明を破壊する天の使い。たと諦めろ。そして我が破壊の軍門に下れ。私に下れと？ですが、それは無駄な降伏勧告です。本来であれば聖杯戦争か。今はこの力を戦いのために。そうか、そこで殺すと口にしないのは貴様の心情なのだろうな。甘い考えだが、戦場でその甘さを徹底できる者は真の強者であることを。いいだろう、愉快な心持ちに。どうでしょう、あなたは本当に。無論だ。である。戦闘再開する。抵抗は無意味です。おとなしく下りやすい。あくまで抵抗するのですね。ではここからは本気を出しましょう。破壊する。主よ、我が蛮行を許したまえ。マルスと接続する。発射まで2秒。ドラードロップホトレイ。無念、務めを。
飽きもせずまたぞろ雑種の争いか。トップサーヴァントとのたまっていたな。よもや貴様ら自らが史上の英霊であるとでも。ムーンセルの水郷にも困ったものよな。ならば俺が貴様ら雑種に拝謁の光栄を与えてやろう。刮目せよ、絶望せよ、この俺こそが真に史上にして唯一の英雄である。黄金の英霊。なんだ、雑魚を率いる雑種はすでに戦意喪失か。だがもう一匹は騎乗よな。この俺の姿を目にしてなお果敢にも刃を向けてみせるとはな。どしがたいアホか。時を無駄に消費するな。口を開いても構わんと言っているのだぞ。俺はすこぶる機嫌が良い。貴様次第ではさらなる宝剣をくれてやる程度にはな。何しろセラフがこの手の揺らぎを起こすのは珍しい。あまりにもキーであったがゆえ、何わざわざ教会を切り裂いて出向いてやったのだ。わかるか雑種、万に一つの光栄を貴様らは得ているのだ。これを喜ばずして何を喜ぶ。自らの手で限界を。そんなことはありえるはずがありません。いかにトップサーヴァントといえども。単独での限界、アリエザル自称、それが何だというのだ。私は戦う者、殺戮の機械だ。立ちはだかるならば何破壊する。古い文明の匂いがする。お前は人間よりの真っ当な命の流れにいないな。黄金の鎧と無限のホーム、これに該当するサーバントは一騎のみ。呼ばれもせずに現れたか、英雄王。英雄王、世界最古の英雄ギルガメッシュ。匂いとは幽霊のしもべらしい。やだがその言葉、貴様の比類なき肉体に免じて受け。褐色の戦士よ、星に刻まれた伝承がまことか否か、俺戦士文明の末端、私の足から逃れた末裔風情がおっ。そうか、やはり破壊し。私が至らなかったから、主よ、お許しを。なんだ、野生犬にも牙はあったか。これはね、これはねえだ。私を神の道と呼んだ、私を神の道と呼んだら別れを告げろ、別れを告げろ。あー、光よ。戦闘再開する。やるではない。裁きの時だ、神戸を垂れよ。どうした、あの姿にはならぬのか。
白い巨人になれば俺を圧倒できよう。英霊もどき怪物の類に差したる興味はないが、かつて神を殺した巨人、地表を蹂躙したおぞましきも。英雄を、確かに多くを残して見せた英雄とは違う。剣を振るう目的はただ言ったが、かつてこの姿で地上をかけた記憶がある。ただ壊すだけではなく、確かに意義を残した。ほう、お前の言う通り、この今の私は英霊アルテラだ。そう呼んだ者がいる以上、セファールと戦いたいのであれば、この私の体、白き巨人にはならぬと言ったな。これは私はセファール。私に何のつもりだ、英雄を。見ての通りだが、何、あれにならないというのであれば、貴様に用を押し付ける。貴様はまどろみの中で全てを忘れたようだがな、かつての地上の話であり、俺が誕生する前の契約。お前が、何、身内の恥というやつよ。ゴーハラだが、その折に貴様は神々に誓わせたのだ。この借りは決して消え、まったく俺には関係のない負債だが、これを踏み倒したとあってはウルクの名に傷がつこう。よって神々に代わって俺が貴様と。それはつまり加わるか。たわけ、英霊として立とうという貴様の方針は理解したと言って、ほう、指輪の中にマスターを収めているか。哀れ、何しろ伝え聞いた巨人の姿ではなかったのだ。ほう、そういう。喜べアルテラ、俺はこれより貴様の副官となることを決めたぞ。
勢いで口にしたことゆえそれは忘れよ。まあよい、この俺が手を貸してやるというのだ。二度も言わせるな。ただし心せよ、俺が進んで貴様らの企みに助力することはない。たとえ貴様が命を失おうともな。こう思っておけ。最上にして最強の武器を得た。最上の武器。経典同地の展開にしてやったというの。待て、英雄王、どこへ行く？俺は貴様の軍の副官となったが、命令は受け付けん。大体俺が口出しをしては意味があるまい。英霊として立つのなら、その立ち方は自分で見つけるがいい。俺はそれまでヤジを飛ばすだけの男よ。意図なのですか、英雄王。まさかあなたのようなサーヴァントが世界の破壊者たる優勢の軍門に下るなどと。なんだ、生きていたのか、聖女とやら。ならばすでに俺の述べた言葉を耳にしていよう。それ以上でも以下でもない。貴様こそなんだ、ムーンセルに呼び出す。英霊とはムーンセルを守るものではない。最終的に人間のあの征服王がそうであったようにな。まあいい、旗持ちの聖女よ。仮初めの英霊である私には勝利を果たした。破壊せずサーヴァントとしての魔力供給をお前の助力。調子に乗るな。お前、そうだ、なんだその顔は。分かったらもうあちらへ戻れ。私はあなた、父である戦場へも、なのにあ
あなたは言うのですね。はい、なら私も約束させてください。檻は破壊します。やるべきことがある。ありがとうございます、私のマスター。それから今日は質問ですか。あ、いえ、ですが、ごめんなさい。私のこれは、その私がセファールとしてか、あまりそう見つめないでください。セファールは簡単に電脳体として存在しているという点で、ムーンセルで召喚されたサーバントには不可能。スキルとして定義される能力、例えば魔力吸収スキル、これは、ええ、そういったもの。ここでいう術式とは、寄生体によって加工された地上に送り込む分身。地上に現れたセファールは効率的。そんなに大きい。私はどのような世界、多文明における人の10倍の規模を持つ。それがその中でも私は特別。かつて私がいた星における最高。これは私の手で破壊した地層、建造物、さらに付加効果として原生生物。1万4千年前の檻には地上の原生生物、いいえ、文明を壊すものが、それに私、過去原生生物短命になってしまうの。あんなに、きっとこんなにたくさんの質問、誰かに質問される。今日のあなたはと、続きはまた